まあ、整体終わりました、経絡マッサージ終わって整体やりました。で経絡の時に最初に、問診というか、ね、しましたよね。で実際触ってみて、で反応があった、言ってたところが張ってた、で今度それを残ってるところをさらに、まあ、やってる間に自分が思ってたこと、またお客さんが思ってなかったこといろいろ出てきたと思うんですけども、それを踏まえて今整体やってもらって、それを改善していったんですけど、まずその改善できたかどうかというのが一つですね。でそして新たに何か問題が、あ、こういうとこ張ってたなっていうのに気づきましたと。でそこに対して今度、リフレやるときにですね、どういうところをリフレでは確認できるとかありますよね。経絡に対して反射部に対して反応でき確認できますよね。でそこでもう一回こういうことを確認してみたいなっていうのがあって、多分こういうとこが張ってるんじゃないかなっていうのがあったら発表をまずしてほしいんですけども、で最後リフレやって、経絡リフレ GL やって、で、こういう結果でした、こういうところに問題があったように思いました、自分はこういう改善をしたつもりでした、でもまあお客さんに最後聞いたら、まあこういうところが残ってたようでしたっていうふうに最後したいと思いますので、まず経絡マッサージやって、整体やって、どういうところにまた新たな問題点が出たのか、そして改善したところはどういうところあったのか、そしてリフレでどういうところを、経絡リフレクソロジー GL でどこを確認したいのかということをちょっと発表してみてください。では高井さんどうぞ、もうちょっとこっち来てもらって、はい、入るように大きい声でお願いします。あ、皆さんひわで離れんでいいですはい、どうぞ。はい、右肩こりと左腰と、あの中臀筋大臀筋っていうのがすごく凝ってたんですけれども、今 PNM をやると実はあの左の肩というか、肩ではないんですけども、肩甲骨はすごく凝ってて、肩には来てないけれども、やっぱり左全体的にあの傷んでるというか疲れてるんだなっていう感じがしました。あと胃のあたりはちょっとわからなかったんですけれども、それはちょっと足の反射で見てみたいと思います。うん、左っていうところで何か経絡リフレ GL で何か見れそうなとこってないですかね。左、左の肩甲骨があったってところで、こんなとこにもしかして何かあるんじゃないかなっていう。左の肩甲骨なんです、うん、まあちょっと考えてください。はいはい、はい、ありがとうございます。はいはい、じゃあ、小林さんどうぞ。はい、経絡では胃の張りが気になったんですが、PNF では、気になバランスはとても良かったのですが、右肩が、あの仰向けで寝た時に右肩が浮いて、左のつま先がちょっと外に向いていたので、経絡リフレでは左の足首を重点的に、調整をしていきたいと思います。はい、じゃあ田代さんどうぞ。はい、最初の経絡マッサージでは背中の張り、背中、まあ、背面、全般ですけれども張りが気になり、まあ、膀胱、足のもも裏から大臀筋、背中、特にやっぱり左側がちょっと張りが強かったようなので、ほぐし、まあ、満足いただけ、まあ、ある程度はほぐれたかなと思いまして、あとこう気になるところはないかなと、ほぐしたときに非常に首周りと肩甲骨のと僧帽筋の上部っていうんですか、肩甲骨と首の間をこう走っているところが非常に凝りが強かったので、と、まあ、マッサージでも強かったのと、あと頸椎 の、ま、あの首のマッサージをした後に頭蓋骨と首の付け根 の、 あの 天柱あたり の、 あの視圧、軽くこう計算しながら視圧した時に非常にあの効くっておっしゃってくださったので、まあ、全体的な疲れと、あとストレスもちょっとあるのかなと、膀胱系のラインの流れが悪いの と、ストレスもあるのかなという感じで、PNF でもも裏の張りなどは少しずつは
解消されてはいると思うんです、思いますが、それをもうちょっとこうスパッと気分よく流していただく、裏側の流れを流していただくためには、まず経絡で、リフレでは膀胱系の小指あたりとか、あと僧帽筋のあたりの反射区と目あの辺ですね、まあ、あと膀胱のラインとかをちょっと回数を置くとかいう感じで、やってみたいと思います。はい、なので今からその最後経絡リフレ GL やりますけども、それやってもらって、そこでこう満足させてもらう、させられるようにしましょう。そして、帰り際にですね、こうどんなアドバイスをするか、こことこことここに反応があったので、こういうふうなことを例えばエクササイズしていただきたいですねとか、こういうことを注意していただきたいですねということをこう言って帰っていただけるように、ちょっと考えながらやってみてください。はい、じゃあ準備お願いします。ちょっとまた一応動かしてもらっていいですね。じゃあ最初にやってたところをお客さんにも思い出してもらうように、最初ここあれでしたねみたいな話しながら、その反応ここかなと思うんですけどどうですかみたいな形も聞きながらやってみてください。うん、じゃあ準備できたところからやってみてください。うん、確認してもらっていいので今。腰から背中だとか、首前だったりちょっとこの辺とか。